おだすこんちこんばんポテトです。ということで今日はですね、イングランドエピック高育成次郎やっていきたいなと思います。ということでこの3人来ましたからね、今日もねこの3人パパッとペッと紹介していきたいなと思います。今回ねちょっと難しいかなと思いますし、結構分かれるんじゃないかな、と思いますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。さあ行きましょう。まずジェラードからいきましょう。まあ、ジェラードとねランパード、正直ね割と言うこと同じかなって思ってるんですけど、まあ、ジェラードこんな感じでバランスよく育てるのが多分まあ本来は正解なのかなっていう感じかな。まあ元々がバランスタイプで、でどっかをね特化しすぎるにはちょっと難しいみたいな、ちょっとそういう感じなんですよね。なのでまあ守備もできるし攻撃もできるしみたいな感じで、まあこれ今はちょっとオフェンス寄りにしてますけど、もうちょっとこれをディフェンス寄りにしたりとかね、そういうことは全然できるから、まあそういった風に使うのもまあまあありかなっていう感じです。まあ多分これが正解だと思うんです。でただちょっとねこのタイプは僕個人的にはなんですけど、バランスタイプあんま得意じゃなくて、その、まあ、これだったら別の選手でいいかなってなっちゃうというかね、ジェラードをせっかく使うならみたいな気持ちがねどうしても思ってしまうというかね、もうちょっとねとんがってる育成の方がすごく使いやすいと僕は感じてしまうので、僕的にはなんですけど、こんな感じにもうちょっととんがりまくって、もうちょっとねいろいろ考えたんだけど、もうもはやこうしちゃおうかなと思ってちょっとこんな感じにしてみました。もうねすごく無駄なところ多いんだよ。これはそんなにおすすめはしないけど、僕個人としてはもうこんぐらいにしちゃっていいかなと思ってます。このドリブルにも結構特化し、もうここまでドリブル打っちゃうみたいな。でスピード瞬発はもう諦めているんですけど、まあなので OMF で使う感じで、まあちょっとね前線でこねってできるような感じで、そっからのまあいつでもシュート打てるで、まあもしかパスもできるみたいな状態かな。でまあディフェンスセンスとかこの辺はですねもう振らない状態ですね。でこれもねまあ中盤なんだろう、センターミッドフィルダーとかボランチで使うとなるとかなり低くなっちゃうんですけど、まあ OMF で使うって考えたら、まあこのディフェンス能力は割とありなのかなと思っているので、そんなイメージにしてます。スキルとしてはダブルタッチはやっぱ欲しいかな。このタイプだとダブルタッチつけておけば前線で持った時にねダブルタッチからのシュートとかこの辺はだいぶできるので、つけたいなっていう感じはしてます。まあ、もしくはねスパサブ最後出すみたいな感じの要因であればかなり期待できるかなと思います。でまあ数値がこれだけとんがってればですね、さっきのこれよりはまだ使う機会多くなるんじゃないかなみたいなね気がしてるんですけど、どうですかね皆さんまあちょっとこの辺はね意見分かれるかもしれないんですけど、中盤でバランスいいタイプって割といるんですよね。現役選手でも結構いるから、それで被っちゃって埋もれちゃうぐらいだったら、まあ、こんな感じでとんがっちゃった方がですね、ボルコも高いからワンタッチからのシュートとかね、ここはだいぶいいのが打てるんじゃないかなっていう気はしております。でスパサブつけたらこの決定力も上がりますから、でディフェンス能力もね上がるって前回分かりましたけど、まあそういったところですよね。そういったところは使えるかなというところになっていきます。あとジェラードはさ、このフィジカルコンタクト85ってのも結構厚いよね。かなり前で抑えられると思うんだよね。ディフェンスの時もまあこれは良かったりするんだけど、まああとはキック力ね94、まあこれもうちょっと上げたかったんですけど、まあこれ以上上げても今日の出してる動画でもそうなんで言ってるんですけど、まあ94あればですね最高速度とか出せるかなって感じしてるんで、まあこれぐらいで十分かなと思っております。次ランパートですね。ランパートも結構ジェラードと同じことは言えるというか言うことあんま変わんないんですけど、ランパートもやっぱバランスよくするのが本来はね、そのランパートの本来の良さは出ると思うんですけど、まあちょっとやっぱりですねこのやっぱドリブルとかこっちの能力にも寄せてしまう感じかな。まあそしたらオフェ戦からここのねこのラインはかなり高い数値になるんで、まあこれはこれでありかなって気はしております。まあこれも OMF で使うってイメージですね。ディフェンスにはそんなに振らずというかね、まあ、全く振らずにもう割り切ってしまってっていうイメージですかね。まあこれぐらいの方がねやっぱまだ使う機会あると思うんだよなっていう気はしておりますね。はい、まあ理想を言うとねもうちょっとキック力上げたかったりとかしたんだけどね、まあでもこれぐらいなのかなと思っておりますね。で一応フィジカルもねここ79で前線でのねキープっていうのはできるかなと思うので、そういった意味では これぐらいでいいんじゃないかなと思っております。でやっぱスキルに関してはダブルタッチこれは欲しいかな。
まあ、スパサブはそんなにつけなくてもいいけど、まあ、スパサブあった方がいいかな。そしたら決定力上がるしとか考えたら前線では使いやすくなるんじゃないかな。ラストベッカムですね。ベッカムはさ、もうエッジクロス持っちゃってるからもうさ、エッジいいよね。ベッカムはどっちかというと右のウイングで使う一択かなって個人的には思ってます。あの今までのベン・ホワイトとかね、ああいうのも出てきましたけど、やっぱりサイドミッドフィルダーもしくはサイドバックで使うっていうのが結構中心な選手が多かったと思うので、そういった意味でウイングで使えるっていうのはかなり大きいと思うんですよね。でしかもクローサーでってなっていくと、ウイングで使うとなればですね、こうディフェンスセンサーも気にしなくていいので、ここはもう一切振らないという状態にして、もうできるだけドリブルとか、もうせっかくならねフライパスですねには振っておきながら、まあ瞬発とかスピシュンとかもできるだけね上げておくという感じですね。そしたらこれさ、後半最後とかで、これ使う用途としては、後半最後とかもパワープレイのタイミングで、右のウイングに出して、で、まあ、センターフォワードにね、長身の選手、ヤンコレルとか一緒に入れて、で、カウンターターゲットとかでもうベッカムやっちゃえばですね、もう、下がってきませんから、そしたら最後ね、ワンチャンみたいな時に、ベッカムに渡して、とにかくもうね、固定発射台みたいな感じで、もうどんどんクロス上げちゃうみたいなね、いうのも、まあ意外に面白いんじゃないかな、という感じがしてますね。ちゃんとね、ドリブルも上がってきてますから、っていう意味では、追加スキルとしてはやっぱりダブルタッチとかは欲しいかな。で、あとはね、アウトスピンとかもあるとね、意外にこう中に入り込んだ時に最後、シュートとかも打てたりとかね、するから、そういった意味ではね、その辺をつけれるといいかなっていう感じはしてます。まあ、足裏コントロールとかねつけてもいいかな。そしたらかなりさ、使う要素あると思うんですよね。普通に欲しいなと思う。このベッカムを取るためだけにガチャ回そうかなっていう感じはしてますね。はい、っていうところでしょうか。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。今回この3人めちゃめちゃいいですよね。まあ、ジェラートとランパートに関しては正直ね、まあ他の選手でもどうにかなっちゃうかなって気はしちゃいます。なのでもうこのガチャはベッカムを欲しいと思うか思わないかというね、エッジクロスのベッカムを欲しいと思うか思わないかと。まあただこの3人に関しては結構ロマンな感じは結構強いですよね。だしやっぱファンも多いと思うんですよね。このジェラード使いたい、ランパートやっぱ使いたい、これ単純に好きっていうね、いうところになってくるかなと思いますので、この辺は参考にしてみてください。はい、ということでですね、今日の動画はこれで終わりたいなと思います。よかったら高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。